おいしい、柔らかい、味がしっかり入ってる、油もやっぱおいしい。こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは、今日は牛ステーキとマッシュルームのアヒージョです。あ、牛肉でもアヒージョってできるの？牛肉でも他のお肉でもできます。あ、そうですか。はい、もうアヒージョなんで、あのオイル煮ですからね、具材何でもいいってことですよ。なるほど、はい、そっか、はい、これまたオリーブオイルを堪能するということも。そうなんです、ノベルの季節ですから ね。なので美味しいオイルを、いろんな食材といただくと、そういうお料理でございます。なるほど、はい、でいいですね。これでね、オイルたっぷりありますから、パンで拭って食べたらもう最高よ。もう余すところなくいただきましょう。いや、本当に飲みたいぐらいですね。もううおーってねこういただきましょう。はい、はい、食材は、はい、牛ヒレ肉のステーキをご用意しております。そしてマッシュルーム、ローズマリー、ニンニク、唐辛子、塩、胡椒、オリーブオイル、バゲットです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。こちらも登録お願いします。こちら牛ヒレ肉はもう昨晩から塩漬け、もう塩振って、このままねラップもせずに冷蔵庫で一晩寝かせたものになります。はい、完全に中までこの味が染みてる。そうなんですよ、もう中の中まで染みてるので、このまま焼いたり煮たりしても味がしっかり入ってるお肉になります。はい、それではアヒージョも早速作っていきましょう。お肉はね、もうすでにジップロックとかに入れて流水で20分とか30分ぐらい常温に戻したものです。あのやっぱり室温で戻そうとすると、この厚さのお肉はもう数時間かかります。なので今日は流水でね、もうすでに常温に戻したものです。はい、はい、それでは他の食材をカットしていきます。マッシュルーム、ちょっと下の部分はちょっと切り落として、キノコと一緒にお肉をいただくアヒージョです。お肉のアヒージョ食べたことありますか？ないです。あんまりないよね、うん、見かけないですよね。あ、でもすっごい美味しいですよ。で、特に牛だとさ、中まで火入れる必要ないから、うん、さっとね、オイルフォンデューに近いからね。あ、それがやっぱオリーブオイル美味しくいただくね。そうなんです、そうなんです、うん、はい、丁寧にキノコはちょっとね、汚れを少し取っております。はい、いいですよ。2分の1半分にカットします。はい、OK。さあ、そしてニンニクです。ニンニクはしっかり効かせたいので2かけ使います。このサイズ感、このサイズだと3かけでもいいですね。ちょっと大きめのだと2かけ。あの基本的にはやっぱステーキ食べるのと同じ感覚で、ステーキに合うものをアヒージョの調味料として入れると。ステーキに合うのはやっぱニンニク、ローズマリー、油ですから。これ牛肉をアヒージョでやると何がいいの？牛肉をアヒージョでやると、牛肉なんでもうほぼほぼさっとオイルで通せばレアでいけると。うん、あと火加減が難しくないでしょ。確かに。サイコロステーキにするんで本当に1分、1分でいい、1分で大丈夫です。1分で表面さっと火が入るんで、あとはレアでいただくと。失敗がないっていうか、自分の好みの状態で、火を入れていただけると。はい、じゃあニンニクはちょっとね、厚めのスライスにします。はい、いいでしょう。さあ、それではアヒージョってすぐできちゃいますから、もうバゲットもカットしてもう準備万端にしておきましょう。確かにね、すぐできるのよ。これはもうね、パン進みますよ。もう絶対バゲット必要です。間違いないですね。はい、間違いないです。さあ、それではお肉カットします。はい、中までね、お塩がしっかり入ったお肉です。サイコロでカットします。いいっすね、このぐらいのサイズ感でいきましょう。いいですね、お肉でアヒージョなんて超贅沢じゃんな。大量たまんないですよね。はい、たまんない、いいでしょう。このぐらいのちょっとゴロッとした感じで、うん、さあ、それではもうオイル炊いていきましょうか。ちょっと手洗ってきます。はい、小さい鍋ご用意いただいて、具材がひたひたになる程度までオイルを入れますよ。なのでまだそんなにたくさんはいらないですけど、100ミリぐらい入りますね、最低をね。まあね、これは美味しいオイルをいただく料理ですからね。そうなんですよ。なのでまあまあいくらあってもいいでしょうと。で、かつお肉とマッシュルーム、ローズマリー、ニンニクの味などが出るので、仮に余ったとしてもパスタの、使う時のオイルにしていただいて全然 OK です。捨てるってことだけは絶対やめていただいて、もうぜひもう堪能していただきたい、うん、はい。でどうしてもね、大丈夫、エクストラバージンオイル
火にかけていいのってなるんですけど、大丈夫なんです。このぐらいのアヒージョぐらいの温度で酸化することありません。で栄養価も落ちないので、このまま本当に美味しい状態をアヒージョでいただくことができると、はい、では行きましょう。この、オイルの中にニンニク、でよくなんかねエクストラバージンオイルは生でとかっていう方もいらっしゃいますけど、全然いいんだもんね。いいんですよ。本当に煙が出るぐらいまで火つくわけじゃないんで。ですよね。はい、アヒージョなんて言って100度ぐらいですから、全然問題ないです。まずはニンニク、こんがり、火が入るまで少し弱火で温めていきます。おー、いいですね、いいですね、いいですね。じゃあニンニクはふつふついってまいりました。それではマッシュルーム入れます。どーん。で、ローズマリーも加えて、そして軽くお塩します。お肉にはね、塩入ってますけど、マッシュルームにはお塩しないといけないですからね。もう一つまみ程度のお塩。さあ、ずっと中弱火ぐらいで大丈夫です。でオイルが少ないなと思ったらもうどのタイミングでもいいです。足していただいて、もうあと肉入れるだけですよ。いやー、本当に香り、はい、いい香りな、ニンニクね。これが、まあ、いわゆるマッシュルームのアヒージョね。よく見るやつ、マッシュルームのアヒージョ。ここにもちろんエビとか入ったりしますけど、マッシュルームだけのアヒージョも結構ありますからね。はい、アンチョビ入れなかったね、今日ね。今日はね、アンチョビなしで、ニンニクとローズマリーの香りががっつり効いたのでお肉をいただくと。さあ、いいんじゃないですか。もうマッシュルームも生で食べられますからね。このぐらい火入れば十分です。さあ、お肉入ります。お肉はもうね、さっとですよ。これあんまり火入れたくないですから、はい、浸ってなきゃダメなんでしょ。全面はちょっと油でちゃんと火通しとかないといけない。入れます、入れます。でなので、まあ、途中で返してもらってもいいです、ね、全部周りが色が変わったらもう食べ頃でいいです。もう食べ頃です。あんまりこう火通したくないので、美味しいお肉なんで、あっちゅうまです。大体1分ぐらいです、本当に。さあ、もう仕上げ直前で唐辛子入れます。お肉は全部一度に入らないから、後でもう1回2回に分けましょうよ、ね。さあ、もう完成間近。いいんじゃない、美味しそう。はい、もうすぐ1分ですよ、もうこっからは正直火入っちゃいますんで。さあ、いいんじゃないですか、完成です。もうできました。あっちゅうは、ちなみに1個切って中身どんどれぐらい火入ってるか見せてるでしょ。あ、OK、はい、一番熱いです。はい、どれぐらいですか。もうたった、もういきますよ、ほら、あ、ほんとだ、1分でもうちょうどいい感じじゃん、ね、軽く中で、わあ、すごい、はい、本当あんまやりすぎない方がいいと思います。で、はい、こうしてる間にも火入りますからね。確かに。すぐいただきましょう。はい。はい。はい。ということで、またソムリエアウケさんが今日も来るの。すごいですね。最近。ありがとうございます。コラボ率が高いですね。そうですね。でもどんなワイン合わせるかちょっと知りたいですよね。知りたいですよね。知りたいですよね。スペイン料理にどんなワインを合わせるのかな、はい、まあ、あれなんじゃないかなって僕は思ってますけど。あれなんじゃないですかね。いやー、これはね、あれですね。だということで、じゃあこの料理は、はい、ワインチャンネルの方で、はいはい、ワインと合わせていただくということで、皆さんあちらのチャンネルの方に、はいはい、移動していただいて、はい、続き見ていただければと思います、はい、ソムリエの青木さん、一言。はい、この美味しいアヒージョにあのワインを合わせます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。後ほど。はい。